ひろし、今月もお仕送りありがとね。あんたの仕送りでこたつを買わせてもらったから。え、こたつだけ？俺ちゃんと仕送りしてるよね。あんたからの仕送りは毎月1万円だろ。はあ、何言ってんの。俺毎月10万円仕送りしてるんだけど。スカットライン。俺の名前はヒロシ。スカットプロモーションという広告代理店で営業職として働いています。よし、今回の商談もうまくいったな。さすがですね、ヒロシさん。なんだか魔法みたいでした。魔法ってちょっと大げさじゃない？そんなことありません。私、同じ営業職としてヒロシさんのこと尊敬します。この子は後輩の姫野さん。最近同じチームになったこともあり、こうしてよく一緒に外回りするんですが、なんというか過剰に尊敬されてる感じがして、ちょっと気恥ずかしいんだよな。もちろん悪い子じゃないのは知ってるけど。ヒロシさん、ヒロシさん、質問があります。ん、何かな。どうやったらヒロシさんみたいに営業上手くなれるんでしょうか。姫野さんってまだ3年目でしょ。そのキャリアなら十分上手いと思うけど。いいえ、まだ全然です。私、ヒロシさんみたいなトップ営業マンになりたいんです。いやいや、トップ営業マンだなんてそんな、俺なんて大したことないよ。謙虚なのも素敵ですけど、行き過ぎると嫌味ですよ。え、どういうこと。部長から聞きました。この間のボーナスすごい金額だったそうじゃないですか。余裕でベンツ買えるぐらいだったとか。うわー、羨ましい。さすがはトップ営業マンですね。部長め、そんなことまでペラペラ話したのか。わかったよ、営業の秘訣だっけ。好きなだけ聞いてくれ。やったー。それじゃあせっかくだし、ちょっとお茶していきましょうよ。報告書も書かないといけないしね。そういうことならちょっと寄り道していこうか。わー、楽しみです。10分後、俺たちは近くにあった喫茶店へ入りました。それで具体的にはどんなことが聞きたいわけ。ちょっと漠然としてますけど、ヒロシさんって相手の懐に入るのすごくお上手ですよね。そうかな、あんまり意識したことないけど。そんなことありますよ。さっき商談した社長さんだって気難しい人って有名なのに、ヒロシさんすぐ気に入られてましたし。あれってどうやってるんですか。そうだな、あえてコツをあげるとしたら。あげるとしたら、相手が求める人物像になりきることかな。クライアントが欲してる理想の営業マンを演じてあげるんだ。演じるって、どれだけのクライアントを抱えてると思ってるんですか。いちいちキャラの使い分けとかできませんよ。そうかな、割と簡単なことじゃない。すみません、安易に質問した私が浅はかでした。さすがは劇団ひろしの看板俳優、素人の私にはとても真似できません。ちょっと待って、どうして劇団のことを知ってるの。だって私、俳優時代のひろしさんのファンでしたから。当時はよく劇場まで足を運んでました。握手してもらったこともあるんですよ。知らなかった。まさか姫野さんが俺のファンだったなんて。過剰に尊敬されてる理由ちょっと分かったかも。劇団ひろしというのは、若い頃俺が座長を務めていた劇団です。昔から演劇が好きだった俺は、高校卒業後役者に憧れて都会に出てきました。そうして同じく役者を志す仲間たちと一緒になんとか劇団を立ち上げたものの、結局は鳴かず飛ばずのうちに終わってしまいました。私、ひろしさんの演技大好きだったな。ありがとう。ちなみに好きな演目とかあったりする。そうですね、全部好きですけど、例えばあれ、不倫嫁シリーズとか特に。あれか、結構評判良かったんだよな。そうだ、あのおなじみのセリフ久しぶりに聞かせてくださいよ。ここで、やだよ。お願いします。しょうがないな。じゃあ一回だけね。やった。じゃあ行くよ。5本。ちょっと何言ってるかわからない。それそれ、ヒロシの名ゼリフ。うわー、やっぱいいな。まさかあの頃を知ってくれてる人が近くにいたなんてね。恥ずかしいけど嬉しいよ。そうですか、ならよかったです。それにしてもヒロシさん、どうして演技やめちゃったんですか。
劇団が解散した時寂しかったな。事情はいろいろあるんだけど、一番は親父が病気で亡くなったからかな。諦めるにはいい機会だと思ったんだ。あ、そうだったんですね。すみません、私たら何も知らずに。親父には迷惑かけっぱなしだったから、せめてお袋には親孝行しないとね。会社員になってからは欠かさず仕送りしてるよ。もう10年になるかな。10年も？とっても親孝行ですね。そうでもないよ。あんなに応援してもらったのに、結局役者の夢は諦めちゃったからさ。今でもお袋にどんな顔すればいいかわかんないんだよね。それでも立派ですよ。なかなかできることじゃありませんって。さすがひろしさん。姫野さんはいつも大げさだね。なあ母さん、今月分仕送りしといたから。本当かい？いつもありがとうね。いいよ、別に大した金額じゃないから。金額の問題じゃないよ。お父さんが亡くなってから毎月3万円の年金で暮らしてるからね。本当にありがたいよ。そう、まあ喜んでもらえてるならいいけどさ。けどいつまでもヒロシにばかり甘えるのはなんだか悪いね。何かいい仕事が見つかればいいんだけど。あんま無理するなよ。母さん足悪いんだからさ、俺のことは気にしなくていいから。それよりそっちは変わりない？おかげさまで元気にやってるよ。ヒロシの方はちゃんと食べてるのかい？あんまり好き嫌いしちゃいけないよ。何歳だと思ってるんだよ。もう好き嫌いなんてしないって。あたしから見ればずっと子供だよ。それで次はいつ帰ってくるんだい？仕事が忙しいからさ、当分は無理かな。そうかい、それは残念だね。帰るときは連絡するから。それじゃあまたね。ああ、またね。体には気をつけるんだよ。うん、やっぱり愛想悪くなっちゃうんだよな。正月くらいは実家帰るか。さてと、持ち帰った仕事でも片付けますかね。さてと、早速ヒロシが仕送りしてくれたんだ。銀行に行かないと。あいたっ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 た。まったく、この足には困ったもんだね。おい姉ちゃん、大丈夫かよ。ああ、見えはる。来てたのかい。まあね、俺仕送りそろそろだろうと思ってず、いつも通り俺が銀行に行ってやるからよ。いつも悪いね。銀行くらい自分で行ければいいんだけど。遠慮すんなって、もう毎月のことだからね。どうせ買い物のついでだしよ。そう言ってもらえて助かるよ。通帳と印鑑は。キャッシュカード預かってるからいらねえよ。姉ちゃんは相変わらずこういうのに疎いね。ああそうだったね。本当機械には疎くて困るよ。 ATM の操作なんてさっぱりだし、三重原がいてくれてよかった。それじゃちょっと行ってくるから。ああ、気をつけていくんだよ。マジでちょろすぎ。これで今月も働かずに暮らせるぜ。さてと、ヒロシのやつちゃんと仕送りしてんだろうね。お、いつも通りきちんと振り込んでね。これで今月もピロサリアムに投資できるぜ。いや、仮想通貨は夢が広がるね。目指せ億万長者。なつって。はい、今戻ったぜ。はいよ、ヒロシからの仕送り1万円。ああ、ありがとうね。これで今月もどうにか生活できるよ。にしてもあいつも仕方いいよね。どうせ仕送りしてくんならもっと大金よこすってんで。ちょっと、ヒロシの悪口はやめておくれ。あの子は都会で一人で頑張ってるんだ。こうして母親のことを気にかけてくれるだけありがたいじゃないか。へっ、そうかよ。ま、俺には関係ねえけどね。じゃねえ姉ちゃん。まったく、三重春は相変わらずだね。それにしても三重春、
定職にはついていないみたいだけど、一体どうやって生活してるんだい？姉としちゃどうも心配だね。それから数ヶ月後、季節はすっかり冬になっていました。おう、だいぶ寒くなってきた。あっちはもっと寒いんだろうね。母さん、風邪ひいてなきゃいいけど、あの家もうだいぶガタが来てるもんな。隙間風とか入り放題だし、そろそろリフォームも考えないとだな。ん？俺、母さんからだ。はい、もしもし。ヒロシ、今月もお仕送りありがとね。なあ、うん。体調崩したりしてない？そっちはもうそろそろ雪が降る頃だろ。大丈夫だよ。あんたの仕送りでこたつを買わせてもらったから。この間、エアコンが壊れてしまってね。え、こたつだけ？エアコンなんて買い替えればいいのに。そんな贅沢言ってらんないよ。毎月の生活だってギリギリだしね。は？ギリギリ？俺ちゃんと仕送りしてるよね。ヒロシの気持ちは嬉しいよ。だけどさすがに仕送りだけでエアコンはね。うん？どうも会話が噛み合ってないような。あのさ、母さん、ちょっと確認したいんだけど。どうしたんだい？俺の仕送りっていくら？ヒロシからの仕送り？あんたからの仕送りは毎月1万円だろ？は？何言ってんの？俺毎月10万円仕送りしてるんだけど。ええー、10万円も？何かの勘違いじゃないのかい？私、毎月1万円しか受け取ってないよ。いやいや、そんなのありえないって。仕送り始めてから10年、ずっと仕送りは10万円だよ。急にそんなこと言われても。母さん、何がなんだか。なあ、電話だと拉致が開かないな。とりあえず近いうちにそっちに帰るから、通帳の準備しといてね。ただいま。わざわざ悪かったね。仕事忙しいんじゃないのかい？なあ、大丈夫。後輩の子がいろいろ協力してくれたからさ。それより通帳は？ああ、これだよ。どれどれって全然明記されてないじゃないか。これじゃ何もわからないって。そうなのかい？ずっとキャッシュカードで引き出してもらってたから。とりあえず一緒に銀行に行こう。1万円しか振り込まれてないとか絶対におかしいから。ああ、わかった。それから俺たちは近くの銀行へ行き、窓口で事情を説明して10年分の明細を出してもらいました。すると、ほら見てよ、ちゃんと俺から毎月10万円振り込まれてるし、引き出してるお金も10万円になってるよ。そんな、一体どういうことなんだい？ねえ母さん、さっきカードで出金してるって言ってたよね。そのキャッシュカードはどこにあるの？実はそのカードはミエハルに預けていてね。え、おじさんに？ほら母さん、足が悪いだろう。ミエハルが代わりに銀行に行ってくれるって言うから。それでおじさんにキャッシュカード預けたってこと？ああ、不用心にも程がある。絶対おじさんの仕業じゃないか。ずっと猫ばばしてたんだよ。ミエハルは私の弟だよ。さすがにそんなことは。俺だって疑いたくないけど、そうとしか考えられないよ。9万円着服して毎月1万円だけ母さんに渡してたんだ。なんだって？それじゃあ私のことを10年も騙し続けてたっていうのかい？とにかく俺、おじさんのところに行ってくるよ。キャッシュカードだけでも回収しなきゃ。おじさん、ヒロシです。いるんでしょ、おじさん。なんだよ、うるせえな。って、ヒロシじゃねえか。久しぶりだな。こっち来てたのか。なあ、久しぶりだね。けど、今はそんな話どうでもいいんだよ。おじさんに聞きたいことがある。そんなおっかねえ顔してどうして。話してみろよ。俺の仕送り、母さんが1万円しか受け取ってないって。ねえ、おじさん、一体どういうこと？俺毎月10万円振り込んでるんだけど。はぁ、あんなこと俺が知ってるわけねえだろうが。銀行にでも聞いたらどうだ？もう調べはついてるんだよ。
口座を確認したらちゃんと俺から毎月10万円振り込まれてた。いつも母さんの仕送りを引き出してるのはおじさんだって聞いたけど。確かにその通りだよ。けどな、だったらどうした。正直に白状してほしい。おじさん、俺の仕送りちょろまかしてるんじゃないの。誰があんなことするか。俺が見た時の残高は間違いなく1万だったってよな。そんなはずない。銀行の記録ではちゃんと10万円になってて。じゃあよ、俺が犯人だって証拠でもあんのか。疑ってんなら証拠出せよ。証拠をね。証拠は、この様子だと絶対おじさんが犯人で間違いないのに。結局どうにかしてキャッシュカードだけは回収したものの、あの場はおとなしく引き下がるほかありませんでした。畜生、一体どうすればいいんだよ。おじさんが犯人だなんて証拠はどこにも。あ、もしもし、姫野さん。ひろしさん、お疲れ様です。久しぶりのご実家はどうですか。なあ、うん、久しぶりに羽を伸ばせてるよ。俺の仕事を代わってくれてありがとな。本当助かったよ。それは構いませんけど、なんだかちょっと元気なくないですか。え、わかるの。わかりますよ。ひろしさんのことをいつから応援してると思ってるんです。さすがは子さんファン。姫野さん相手じゃごまかせそうにないな。子さんを舐めないでくださいね。それで何があったんですか。ああ、実はさ、前に実家に仕送りしてるって話したでしょ。言ってましたね。すっごい親孝行のやつ。そう、それ俺毎月10万仕送りしてるんだけど、実はお袋は1万しか受け取ってないんだよ。こっちに帰ったのもそれを確認するためで。大問題じゃないですか。っていうか、それどういうことなんです。犯人の心当たりはあるんだ。多分俺の叔父がちょろまかしてるけど、肝心な証拠がなくて困ってるんだ。なるほど、それは困りましたね。あ、だったらこういう作戦はどうですか。え、何かあるの。例えばどうですかね。うまくいくと思います。それすごくいいと思う。早速試してみるよ。ありがとう、姫野さん。喜んでもらえてよかったです。ひろしさんにはいろいろお世話になってますから。とうとうバレちまったが、来月からはもう猫ババできねえね。とりあえず今月の生活費下ろしとくか。困ったの。どうしたらいいんじゃ。どうしたんだ、じいさん。まあ、それがな、息子に仕送りをしてもらったんじゃが、どうも ATM の操作がわからんでの。そうなのか。これは新しいカモのようか。なあ、じいさん、代わりに俺が操作してやろうか。おお、そうか。いや、けどの、さすがに見ず知らずの人にそこまでしてもらうわけには。何言ってんだ。俺、ここでやったのも何かの縁だろ。困ってるじいさんのことほっとけねえよ。おお、なんと親切な人じゃ。それじゃあ、お言葉に甘えようかの。ああ、甘える、甘える。じゃ、そのカードちょっと貸してくれるか。あと、暗証番号もね。はい、わかった。暗証番号は46。おー、そうか。それじゃ、下がって待ってね。よろしく頼むぞい。正直受ける。簡単に暗証番号教えるとか、このじいさんマジで警戒心なさすぎだろ。さてと、肝心の口座の中身は、マジかよ、30万も入ってるじゃねえか。だが、ヒロシのやつもこんくらい仕送りしろってんだよね。どうかの、うまく引き出せたかの。ああ、ばっちりだ。俺よ、10万円振り込まれてたぜ。おお、どうもありがとう。なあ、いたしまして。それじゃ、俺はこれで。お前さん、ちょいと待たれよ。まだ、なんか言おうかよ。わかんねえことあるなら、あとは適当な銀行員にでも。そうではない。先ほど懐に何かしまっておったろ。それは何かの。
なんでもねえよ。ええー、がかりはやめろ。ボケてんのかこのじじい。ボケてないよ。まだそんな年じゃないんでね、おじさん。ヒロシ、どういうことだよこれは。疑うんなら証拠を出せって言ったのおじさんでしょ。けど証拠なんてないから、だったら作ればいいと思って。そんな理由で変装までして俺をはめやがったのか。元俳優だもんで、俺演技にはそれなりに自信あるから、昔取った絹塚ってやつだね。信じられねえ。どっからどう見ても本物のじいさんだったぞ。さあもう言い逃れできないからね。さっきおじさんが懐に20万しまってたところ、俺のスマホで撮影してあるからね。落ち着けヒロシ。これは違うんだ。俺なりにいろいろ事情があってだな。何が違うんだい。私からもこうやってずっとちょろまかしていたんだろうが、この盗っ人め。姉ちゃん、なんでここに。わしが悪いはずじゃ。俺が車で連れてきたんだよ。母さんにはテレビ電話でずっと見てもらってたから。弟だと思って信じていたのに、最低だよ。あんたなんかもう兄弟じゃない。待ってくれ。だが誤解なんだって。は？なんだよ誤解って。この状況で言い逃れできると思ってんの。言いたいことはあるなら言ってみろよ。全部姉ちゃんのためなんだ。預かった金はピロサリアムって仮想通貨に投資しててだな。あ、ほれ、ロゴは何かと物入りだろう。仮想通貨ね。それって月にいくらずつ。5000円くらい。呆れた。残りのお金はやっぱり猫ババしてたってことじゃないか。この楽でなし、解消なしのごくつぶし。何もそこまで言わなくたって。まあまあ母さん、ちょっと落ち着いて。おじさん、念のため確認するけど、その投資のお金は母さんのものってことで間違いないんだよね。もちろんだ。だから今回のことはどうか本人に。ほら、俺ら親族だろ。これからも仲良くやっていこうぜ。はあ、それとこれとは別に決まってんでしょうが。使い込んだお金はしっかり返してもらうから。できないなら警察にでも何でも突き出してやる。今日限りで家族の縁は終わりだよ。覚悟しな。そんな、こんなのは無理だ。その後、おじは自分の罪を認め、使い込んだお金を返済することを約束。今は朝から晩までアルバイトに励み、お金を稼ぐべく奮闘しているようです。一方、俺はというと、これを機に実家を売却することにしました。前回のボーナスを一時金に都会にタワマンを購入し、そこで母と同居することにしたのです。おいしい。ステーキなんて何年ぶりだろう。母さん細いんだから、たくさん栄養つけて元気になったよね。例の一件のおかげかな、母さんともだいぶ自然に話せるようになった気がする。これからはもっと親孝行をしてあげないとな。ちなみにおじさんが行っていた仮想通貨への投資ですが、歴史的な高騰の結果、なんとリターンは投資額の10倍以上に。これなら母の老後はきっと安泰でしょう。ちくしょう。本当なら俺が億万長者になるはずだったのに。こんな生活もう限界だ。母さんへの仕送りが必要なくなった俺は、そのお金を使って再び劇団を立ち上げました。会社の休みを使って若い劇団員を指導したり、たまに自分も演技したりしながら楽しい毎日を過ごしています。ひろしさんの演技がまた見れるようになるなんて本当に夢みたいです。演技の方はだいぶ錆びついちゃったから、早く勘を取り戻せるように頑張らないと。何言ってるんですか。
や、ヒロシさんの演技はいつだって素敵です。それは子さんである私が保証します。ありがとう。期待に応えられるよう努力するよ。これからは母ともども健康で充実した毎日を送っていこうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。